Japan is one of the only countries in the world with more than 33,000 long-established businesses that have been in operation for more than 100 years. The head of the company talks about the five inner secrets that make a long-established shop a long-established shop. さまざまな職人の技術を社内で伝えてきています。それが宮本宇之助商店としての強みにつながってきていると思います。いらっしゃいませ。太鼓、おみこしなどの製造販売をしている宮本宇之助商店8代目の宮本です。宮本宇之助商店は1861年に茨城県の土浦で創業し、その後東京の浅草に移ってきました。大正天皇以降の時代は天皇陛下の即位礼ですとか大喪の礼で使う楽器を作らせていただいたり、また1864年の東京オリンピックの時には開会式に雅楽の大きな太太鼓という太鼓を置かせていただいたり、また浅草の三社祭りの神輿も数多く手掛けさせていただいております。宮本宇之助商店では義を重んじると書いて重義という言葉を社是にしています。宮本宇之助商店のおみこしには宮本重義という作人札がついています。これは社是の重義が取り入れられたもので、きちんとしたものを作ってそれを長くお使いいただくことで、きちんと我々のところにまた修理が戻ってきてくれるように、ごまかしのない仕事をしようというふうに努めております。神輿を完成させるためにはおよそ20のさまざまな職人の技術が必要だとされていて、そのため弊社ではさまざまな職人の技術を社内で伝えてきています。育成技術の継承していくことで、それが宮本宇之助商店としての強みにつながってきていると思います。まずはおみこしの土台になる木工、生地の部分を作る木工職がすべて木製品で作られていますので、土台となる生地の部分を一から手作業で作っていくような工程になっています。そして次におみこしの塗りの部分、漆を施す漆塗り職、何十回も塗っては研いでという作業を繰り返して、漆の美しい鏡面のような鏡のような仕上がりに時間をかけて仕上げていくような形になります。そして金具、飾り金具を作る彫金職、すべて手作業、模様一つ一つをすべて手で一個一個打っていく作業になりますので、昔から続いている文様、唐草文様などの文様を、その職人の技術と個性を交えながら細かく作業をしていくような形になります。そして最後おみこしを組み上げるみこし職、生地、漆、彫金はじめすべてをまとめる部分になりますので、最後の仕上げと検品を行う非常に重要な職種になります。太鼓は、まず原木を切り落として、でそこから粗く成形を、します、それが粗銅と言われるもので、その状態から3年から5年、乾燥させまして、その上で、乾燥した銅を、
成形すると、その後に、手がんなで、最終的に仕上げて胴を完成させます。その工程が終わった後に、この皮張りを行って、太鼓が完成します。で牛の皮をこう胴に貼って、で紐をかけて、でどんどんテンションをかけていって、太鼓の音にしていくっていう作業です。音へのこだわりは、お客様に応じてそのやっぱり求められてる音が変わってくるんで、それによってその例えば使う革を厚みを変えたりだとか、その使用する部位ですね、同じ革の中でも使用する部位が違ったりとかっていうのを変えて、あと音の高さ、革の張り具合と変えて、そのお客様に合わせたたった一つの音を求めて、制作しています。弊社ではものづくりをするだけではなくて、より多くの人々に太鼓に親しんでいただくために、現在は浅草と横浜と福岡の天神に店舗を構えておりますが、そこで気軽に和太鼓に親しんでいただけるようなコースを用意しております。太鼓は言語を使わないで人々が共感できる、また非常に始めやすい芸能ですので、より多くの方々に楽しんでいただきたいと思っています。弊社ではアメリカにカドンという会社を作りまして、世界に太鼓を広げていくということもやっています。なかなか人と人がつながるということが少ない世の中の中で、太鼓という日本の文化を通じて世界中の人たちが言語ですとか人種ですとか考えですとか様々なことを超えて共感できる、そんな場所をまた機会をたくさん作っていきたいと思っています。最近は森を作る太鼓というプロジェクトを始めまして、まず東京の檜原村にある杉を使いまして、主に間伐材を使って太鼓を作っています。太鼓という楽器自体も自然と共生するものでありたいというふうに考えて取り組み始めました。でまた昨年からはザ・カーブというプロジェクトをスタートしまして、これは太鼓に慣れなかった素材をアップサイクルして、その独特な曲線を生かしたさまざまなプロダクトにしていこうというプロジェクトをやっています。で第1弾としてフランスのデザイナーさんと共同してスツールを発売させていただきました。自分たちがその技術を生かして、また持っている素材を余すところなくきちんと使っていくということで、そうした日本人の古来から大切にしてきたことを、まあ、今一度原点に戻ってきちんと行っていきたいというふうに思っています。老舗の、まあ、使命と言えるかどうかわからないんですけれども、少なくとも先輩たちがずっと伝えてきてくださったことがあるので、それをきちんと今の時代に合うように表現をして、また伝えていくっていうことが私たちがするべきことじゃないかなと思っています。